お元気ですか、ペルシアンでございます。今回は2018日本女子プロ野球リーグオフィシャルカード開封動画の今度はね後編をやりたいと思います。それでは早速ね開封していきたいと思います。では後編のね一袋目開封していきたいと思います。京都のね、田中智子、チーフコーチでございます。京都フローラの、ね、コーチでございます。で、埼玉アストライアの奈良岡美和外野手でございます。で、京都フローラの立田美咲投手でございます。で、京都フローラの宮原ミカ投手でございます。で、レイヤの中島みなみ外野手でございます。続けて2袋目開封していきたいと思います。はい、愛知ディオーネの小原みなみ投手でございます。で、こちらですね、レイヤーの山口千崎投手でございます。こちらがですね、京都フローラの中村茜外野手でございます。で、埼玉アストライアの谷山里奈投手でございます。で、またね直筆サインカードが出ました。京都フローラのチーフコーチの田中智子コーチのね直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、65分の44となっております。続けてね、3袋目開封していきたいと思います。愛知ディオーネのマスコット、ディオーネちゃんでございます。で、愛知ディオーネの高木原里奈外野手でございます。で、こちらがですね、京都フローラの上村美奈子投手でございます。レイヤの鶴朝香投手でございます。で、埼玉アストライアの田口佐穂内野手でございます。で、4袋目開封していきたいと思います。で、愛知ディオーネの宮原美香投手のねカードでございます。で、レイヤーの中島みなみ外野手です。で、京都フローラの冬谷めぐな投手でございます。で、埼玉アストライアの、中野夏美内野手です。で、また直筆サインカードが出ました。ね、愛知ディオーネの投手のね、これ宮原投手ね、の直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、65分の54となっております。で、5袋目開封していきたいと思います。ですね、京都フローラの川口智也、監督でございます。元オリックスでございます。で、愛知ディオーネの太田歩美内野手のでございます。レイヤーの久保夏樹投手です。
京都フローラの岩屋美里、ね、内野手でございます。北海道出身でございます。で、埼玉アストナイアの佐々木のぞみ内野手でございます。同姓同名でございます。続いてね、6袋目開封していきたいと思います。京都フローラの新原千恵ヘッドコーチでございます。で、愛知ディオーネの笠原優子投手でございます。で、これレイヤーのね、青木優香捕手でございます。京都フローラの奥村奈美内野手です。で、こちらですね、埼玉アストライアの加藤優内野手でございます。続いてね、7袋目開封していきたいと思います。京都フローラの新原知恵コーチでございます。レイヤーの鶴朝香投手でございます。愛知地方の榊原里奈外野手でございます。京都フローラの奥村奈美内野手でございます。で、埼玉アストライアの加藤優外野手でございます。続いてね、8袋目開封していきたいと思います。はい、京都マスコットのね、フローラちゃんでございます。ごめんなさい、これですね。ごめんなさい、レイヤーの青木優香捕手でございます。愛知ディオーネの笠原優子投手でございます。京都フローラの中村茜、外野手でございます。埼玉アストライアの谷山里奈投手でございます。続いて9袋目開封していきたいと思います。愛知ディオーネの大沢安子、ね、チーフコーチでございます。で、埼玉アストライアの山崎舞投手でございます。京都フローラの坂東瑞希投手でございます。で、愛知ディオーネの西山小春内野手です。で、レイヤーの白石美優外野手でございます。で、本日ラストの10袋目開封していきたいと思います。で、愛知ディオーネの森翔吾、ね、ヘッドコーチでございます。実はね、現役時代もね、中日もいましたし、我が北海道日本ハムファイターズにも在籍したことがあります。こちらですね、愛知ディオーネの佐藤綾美投手でございます。で、レイヤーのね、石黒きみこ内野手です。で、埼玉アストライアの、山崎麻里内野手でございます。で、ラストはですね、京都フローラの泉幸奈捕手でございます。以上で2018日本女子プロ野球リーグオフィシャルカードの
開封動画を終わりたいと思います。で今回はね、2枚出ました。まずはですねこちらですね、京都フローラの、ね、田中智子ヘッドコーチと、こちらですね、京都ですね、愛知ジオンの宮原投手のね直筆サインカーのね、2枚出ました。ね、これ今これね探してみたらね1箱しかなかったのでね、これ結構ね貴重なカード、さっきね前編にもねお伝えたんですけどね、これ結構ね貴重なねカードだと思いますのでね、探すのをね結構ね苦労するんじゃないかと思いますね。もしもねこんなお金があり次第ね、またこのような開封動画をしていきたいなと思っておりますので、またね見に来てください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは